はい、こんにちは、コノです。はい、こんにちは、カイキングです。はい、ということで今回は参加税とプレゼント交換企画、今回カイキングとやっていきたいと思います。お願いします。お願いします。イエーイ。いや、なんかなんだかんだApexとか一回もやってないのに急に実写コラボするっていう、ちょっとお願いしたら引き受けてくれました。ありがとうございます。いやいやいや、もうむしろ待ってましたよ、ずっと僕は。誘われるのに、そろそろ来るんじゃないのかってずっと待ってましたよ。そう、いや、はい、もうちょっとずっとウルンルーからカイキング勧められたりしてて、あ、そうなんだ。やりたかったなと個人的にもずっと思ってたので、いや、マジで実現して嬉しいです。単純にすごく。あ、そうなんだ、ウルンルーからなんだ。そう、ウルンルーがカイちゃんいいんじゃないって言ってて。あ、今なんか 声割れめっちゃ似てたから笑っちゃった。声割れつもりないんだけどな。はい、じゃあちょっとお互いのねプレゼント、金額感だけ5000円っていうのも全部統一してやってるので、まあそんな感じで、まあテーマはそれぐらいでちょっとやっていきましょう。私のプレゼントはカイキングのチャンネルで、カイキングから来たプレゼントは私のチャンネルで公開されてるので、どちらもチェックして楽しんでください。お願いします。お願いします。よかったら見てね。はい、こんにちは、コナッタです。ということで今回はカイキングからのプレゼントが届いたので開封していこうと思います。はい、ということでカイキングからの荷物こんな感じで届きました。いや、結構でかいのと割れ物とかめちゃくちゃ書いてあって、いや、一体ねどんなチョイスをしてきたのかなっていうのがすごい気になるところではありましたけど、早速開けていきましょう。私の方ではカイキングのプレゼントを開封するんですけれども、カイキングの方で私が送ったプレゼントが開封されてるので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。はい、ということでまず手紙が入ってました。コノさんへ、まずはこちらをお読みくださいというわけで、まずこれから読んでいこうかなと思います。丁寧だな。え、ちょっと待って、何これ。コノさんへ、いつもお世話になっております。この度カイキングからのプレゼントは地元の味覚をテーマとした対決として、対決勝手に対決になってるんだけど、コノさんに味わっていただきたい品をカイキングとドナビちゃんから送らせていただきました。じゃんけんというベタな予算争奪戦により、カイキング2000円、ドナビちゃん3000円となりました。おのおのからコノさんにプレゼントしたい品となっております。大変申し訳ございませんが、コノさんにはジャッジをしていただければと思っております。参加税という忖度も一般人という忖度もなしで、どちらがより嬉しかったかでジャッジいただけると幸いです。神戸の味覚を少しでもお楽しみいただけますように、この度はわらわのお誘いありがとうございます。カイキングとドナビちゃんより、いや超字綺麗なんだけど、これ絶対ドナビちゃんだろ、この手紙書いたの。え、すごい、企画の中に企画をぶち込んでくる。いや、さすが YouTuber っすね。カイキングとドナビちゃんでプレゼントは、おのおのドナビちゃんが3000円、カイキングが2000円で選んできてくれたみたいで、はい、それでなんかジャッジ、どういう観点からジャッジしようかな、なんかちょっと楽しみですね。はい、どちらがより嬉しかったかで、はい、神戸の味覚を、嬉しい、なんかってなると物？食料品が多いのかな。ちょっと見ていきますか。じゃあドナビちゃんとカイキング2つ手紙入ってて、まずカイキングの手紙からね読んでいこうと思います。カイキングが先で、その後ドナビちゃんに行こうかなと思います。なんかね、丸1とか丸2って書いてあって、多分ねどれがどれがなんとなく分かる感じになってるかなって思います。カイキングのちょっとどれだ、まず1個目、カイキングのこれ、ちょっと開けます。こうね、カ1ってなってるのがカイキングで、ド1とか書いてあるのがドナメちゃんなんだなって。神戸で、ね、私あんまり行った時ないんですよね。あんまり行った時ないな、なんか親戚が住んでたぐらいで、神戸は本当に1回も行った時なくて、1回は嘘ついたな、行った時あるんだけど、なんかあんまりわからない、西日本はそんなに私知見がないので、ちょっと何が送られてくるか超楽しみです。まず1つ目、こちら、え、可愛くない？これカイキングセンス、日本酒、なんか電球みたいな形の日本酒いただきました。え、クソ可愛い。え、こう中ね、ちょっとねうまく見えないかもしれないですけど、神戸のともし火って書いてあるのかな、5つ星兵庫選定商品。嬉しい。カイキングなんか日本酒好きなイメージあるから、日本酒は絶対送ってくるだろうなってちょっとこっそり思ってました。これがまずカイキングの1個目。え、めっちゃセンス良くない？なんかもっとカイキングだからふざけた感じでガツンってくると思ったけど、めちゃくちゃ普通にセンスがいい。で、これがカイキングの2つ目かな。カイキングは2000円らしいので、
これで解禁具全部かな。玉ねぎせんべい、あ、淡路島は玉ねぎで有名だから、え、いいな、美味しそう。一個食べようかな。玉ねぎせんべい、いただきます。めっちゃうまい。え、これね、めっちゃうまいです。え、なんかね、すごい塩味がめちゃくちゃちょうどよくて、でちゃんと玉ねぎの甘みもある、めちゃくちゃ美味しいせんべい。え、これめっちゃ美味しいな。あんまりね、日本酒正直飲まないんですけど、でもこれとこれセットでなんか食べろみたいなことなのかな。え、だこれは評価めっちゃ高くないですか。2000円でこれだって、しかもなんか合わせて楽しめるっていう、なんかそういう感じがすごくいい。あのね、上から目線なんですけど、とりあえずジャッジしてくれって言われてるんで、若干ちょっと評価みたいな感じでいきます。カイキングからの手紙も読みたいと思います。カイキングの字ね、やっぱね、さっきのね、土鍋ちゃんが書いてくれてたんだな。日本酒と玉ねぎせんべいだ。日本酒はめちゃくちゃおしゃれで一目惚れで買ったぞ。20歳になったばかりで合うかわからないけど飲んでみてくれ。玉ねぎの方は淡路島の名産みたいだ。他の地方の玉ねぎに比べて甘くてうまいから酒のつまみとして食ってくれ。いつもありがとう、カイキングより。カイキングがなんかもう喋ったように書いてるな。ありがとうございます。日本酒飲めるかな。私ね、あんまりね、日本酒ね、最近ちょっと挑戦しようと頑張ってるんですけど、ちょっとでも後で試してみます。ありがとうございます。 15% 高いな。でもね、すごい容器がクソ可愛い。これはね、一目惚れする気持ちもわかる。じゃあ続いて土鍋ちゃんの方行きたいと思います。手紙は一番最後に読みます。まあね、土鍋ちゃんの方がね、予算がね多いので、ちょっとそこは考えなきゃいけない部分がありますね、ジャッジするにあたって。土鍋ちゃんのまず1、ドレッシング。野菜嫌いを野菜好きにする、創業以来守り続ける味噌風味の和風ドレッシング、伊勢海老料理。何これ、なんかすっげえね、重いんですよこれ。重くて、なんかすでになんかさ、高級そうなんだけど、すごく、わあすごい、でかい。でかい味噌のドレッシング、へえ。いや、うちあんまりドレッシングなかったので、普通に純粋にすごく嬉しい。ちょっと振りますか。これ振るやつだよね。わあ、めっちゃ匂い、え、嬉しい。なんかこういうね、調味料券もらうとめちゃくちゃ嬉しいですよね。しかも地元の、いいな。ちょっと家でもうふんだんに使います。ありがとうございます。野菜ね、あんま顔食べないんで、ちょっとこれをきっかけに食べようと思います。え、嬉しい。なんかあんまこういう表現は良くないかもしれないけど、なんか女性ならではみたいな感じのチョイスですごく嬉しい。なんか嬉しいな。カイキングとドナビちゃん2つのなんか神戸のおすすめの味覚を楽しめるってめちゃくちゃいいな。続いて2、こちらバラソースをいただきました。焼きそばとか焼きうどんって書いてあるから、そういう感じのソースなのかな。いや、なんかね、地元のね、調味料ってなんか美味しいよね、すごいわかる。うちも山形の味丸重って醤油がめちゃくちゃ好きで、もうほんとそれしか食べれないんですけど、いや、なんかこういう地元の調味料ってなんかすごい美味しいんだよね。いや、すごい嬉しいな。バラソース、焼きそば、いいな。ちょっとそば飯、私めちゃくちゃ大好物なので、これ使って作りたいな。いや、絶対美味しいでしょ。いや、嬉しいな。いや、嬉しい。なんかこう一人暮らしなので、こう純粋にこういうね、調味料系は単純にすごい助かるし、嬉しい。え、ありがとうございます。なんかバラソースって聞いた時あるな。なんか有名なんだったかな。なんかね、聞いた時ある、バラソース。なんでバラなんだろうね。バラ入ってないよね。え、嬉しい、ありがとうございます。え、嬉しいな。カイキングお酒のつまみだったのに対して、なんかドナメちゃんは料理系にシフトしてくれてる。では続いて3、お菓子かな。これさ、ジャッジクソむずくない。え、なんかさ、全然ね、方向が違うのと予算も違うからさ、なんかさ、難しすぎるんだけど。どちらが嬉しかったかって言われたらね、そりゃね、どっちも嬉しいんですよ。こちらリーフメモリー、なんだろう、神戸のお菓子なのかな。だから土鍋ちゃん結構送ってきてくれてるけど、これ予算大丈夫なんかな。え、かわいい。あ、めっちゃいい匂いする。え、かわいい。ちょっと待って、私これも一個食べよう。チョコかな、なんか葉っぱのチョコなのかなと思ったけど、こんな感じの、なんか形ちょっと違う気もする。なんだろう、チョコかな。ちょっと何も見ないでもう食べようとしてる。めっちゃ可愛い。この中に葉っぱのチョコみたいなのが
うん、葉っぱのチョコが入ってて食ってみな普通に。うん、うん、うん、神戸で有名なお菓子なのかな。え、美味しい。なんかちょっとコーヒー風味のする味だったな今の。え、嬉しい。多岐にわたって送ってくれるの嬉しいな。めちゃくちゃ多岐にわたってるな。ハイキングのと合わせてすごい多岐に送ってくださってる。え、嬉しい。ニフメモリーいただきました、ありがとうございます。チョコですね。難しいんだけどジャッジ。カイキングのはカイキングでなんか2000円でマジで最大限のもの送ってくれたと思うんだよね。ドナベちゃんもドナベちゃんで3000円で最大限のもの送ってくれてると思うんだよね。どうしよう、難しい。続いてまたもや瓶、なんだろう、地元のサイダーをいただきました。六甲サイダー、神戸六甲サイダー。いいよね、こういうさ地元のサイダー系私結構好きなんですよ。わかります、なんか静岡の富士山サイダーとか。え、こういうの普通に私すごく嬉しい。瓶抜き買ってこなきゃこれちょっと買ってこなきゃ。え、嬉しいな、こういう地元のなんかサイダー系ってなんか特別感があってすごく美味しいから。え、嬉しい、本当に。だってここでしか買えないようなものでしょ、嬉しいな。いや難しいって、なんかドナベちゃん、いや予算が違うのがねやっぱ難しいね。予算が違うのがなかなか難しい。で最後どん兵衛いただきました。どん兵衛と思ったんだけど、どん兵衛ってなんか神戸要素があるのかな、なんだろう。ちょっとそこはね手紙読みたいと思います。いやどん兵衛も普通に素直に嬉しいです、ありがとうございます。ただね何の要素なんだろうってのがなんか若干気になる。ドナベちゃんマジで一回会ってみたいんだよな。バイドナベちゃん、丁寧だな。リスナーさんからの命名のためドナベちゃんまでが名前らしい。へえ。手首を痛めており、お見苦しい文字で申し訳ございません。いやめっちゃ綺麗だよドナベちゃんの字。ドナベちゃんの字めっちゃ綺麗だよ。あの手首を痛めておりって書いてあるけど、しかもめっちゃ丁寧。あ、2枚入ってました、読みます。1個ずつ、このさんへのお品書き、バイドナベちゃんありがとうございます。まず1個目のこれですね。神戸に本店を構えます伊勢海老料理の名店、中納言のドレッシングです。サラダや温野菜、お肉や魚介類にも合います。え、何でも合うんだ、確かに味噌だしな、何でも合うな、嬉しい。え、これ普通にめちゃくちゃ嬉しい、ありがとうございます。神戸の地ソース バラソース、他にもお好み焼き用やフライ用ございますが一番おすすめのにしました。あ、なんかバラソースっていっぱいあるんですね。で風味、味わい、後味ともによく、焼きそばや神戸発祥のそば飯に一番合うソースだと思っております。ぜひこちらで焼きそばを作っていただけたらと思い選びました。いや、そば飯ね、私めちゃくちゃ大好きなんですよ。作ります、絶対。で、モンロワール。さっきの。神戸市はスイーツの街としても有名で、数多くのパティスリーがあります。その中で、このさんにお召し上がりいただきたいのがこちらでした。木の葉をモチーフとした小さな緑が様々なお味で楽しめます。もともと私が好きなチョコの一つでもありますが、木の葉イコールコノアさんかなと。ちょっとね、ドナベちゃんのこの丁寧さやばいって。カイキングの手紙さっきなんか俺だみたいな感じでとんがりのアングラデーションがね来られたから、ちょっとドナベちゃんのこの丁寧さでね、ちょっと私だいぶドナベちゃんに心惹かれてますよ今。で次、六甲牧場カフェの六甲サイダー。神戸市は都会と自然がとても近く、山と海、町と海、観光地と住宅地が近くある町です。そうなんだ、そうなんだ。神戸の山といえば六甲山ですが、あーはいはいはい、聞いた時ある。都会からほど近い場所にあります布引きの滝かなの水で作ったこちらの六甲サウダーがとても爽やかで美味しいので、リフレッシュに飲んでいただけたらと思い選びました。へー、あー、なんかなんだろうな、お茶サイダーとかそういうのじゃなくて、もう純粋に水からちゃんとこだわって作ってる美味しめのサイダーなんだ。ちょっと冷やして飲んでくださいって書いてあるので冷やして飲みます、ありがとうございます。で最後、日清、これね気になりますよね。おまけです、あ、おまけ。関西といえばだし文化、西日本限定のどん兵衛さんはしっかりだしが効いています。長い作業等で疲れた体に染みます。ぜひ染みていただければ幸いです。いや嬉しい、私大好きなんですね。しかもきつねうどん大好きなんだよね。きつねの油揚げが、だし文化ってそっちからなのか。そば飯も神戸って全然知らなかったな。いや神戸についてもちょっと詳しくなれたし、とっても嬉しいです、ありがとうございます2人とも。はい、というわけでね、ちょっとジャッジをしろと言われたので、ちょっとジャッジをねしていきたいと思います。カイキングドダメちゃん、いや難しいよ、めちゃくちゃ難しい。だって予算が違うからね、まず予算が違うのと、
やっぱりなんか両方ともねすごい構図つけがたいジャンル。なんか土鍋ちゃんは料理とかそういう系で送ってくれたけど、カイキングは酒のあてみたいな感じで選んでくれたから、いやなかなか難しいんですけど、今回は土鍋ちゃんに軍配をあげさせていただきますちょっとね手紙が丁寧すぎる、手紙があまりにも丁寧すぎるのと、3000円でここまで買えるっていうのが自分の中でちょっとかなりポイントが高いですね。まあ、2000円で2品、まあ、1個1000円だと考えたらやっぱりそれが限界だと思うんですけど、3000円でこんな5品も買ってこれるみたいな、ちょっとそこにだいぶびっくりしたのと、まあジャンル、まあ、3000円だからね当然なんだけど、解禁より多いのは結構多くて品数が、その分なんか楽しめる幅も広くて、ちょっとね今回はさすがにドラメちゃんかなと。買い物上手すぎない、あまりにも。いやだってなんかだってこれだけでなんかもうすごい高そうだもんね。ちょっとね詳細な値段はね調べないし、あのわからないんですけど、単純になんかここまで買ってこれるのがすごいなっていう感じがしました。単純にだとすごいね一人暮らしにねすごい助かるような品も多くて、でお菓子もいただけて、でうどんもいただけて、なんかねほんと幅が広くてよかったです、よかったです。いやねほんとあの上から目線で申し訳ないですけど、あくまでジャッジなんであくまでジャッジっていう観点から述べさせるとそんな感じになります。いやでも2人ともすごい嬉しい。5000円ででもここまで買ってくれるの普通にすごいなっていや思います。いや神戸かなりこれ楽しめるアイテムめちゃくちゃありましたよ今回。いや超嬉しいな。お酒のあてから料理作れるものから、お菓子から飲料から、飲料水から、もうなんか何から何まで、なんかすごいギュッと5000円の中で神戸詰めていただいて、いやとっても嬉しいです。ありがとうございます。全部ねちょっと大事に食べたり消費したりします。はい、というわけでこの後は感想戦に参ります。私が挙げたものはハイキングの方で公開されてるのでそちらをご覧ください。いやねなんか結構ね送る相手によって結構なんかお互い固まってくるなっていうのが結構やってきての感想で、いやなんか同じものを送りがちみたいなことが若干増えてきたなってちゃん思ってますね。今回私まあ解禁の動画見ていただければわかると思うんですけど、私もね地元のものをねめちゃくちゃ送ったんですよだからいやなんかすごいなと思って、なんかお互いなんかこう結構フィーリング合う感じでこう送り合えてるっていうのがなんかすごい、なんか別に意図はしてないのにそこがすごい面白いなってなんか思います。はい、というわけでこの後の感想戦楽しみにしててください。ちょっとねここら辺のカットいつもよくわかんないんだよね、カット。はい、こんにちは、コノです。はい、こんにちは、カイキングです。はい、というわけで感想戦やっていきたいと思います。お願いします。お願いします。私が送ったものの感想戦はカイキングのチャンネルでやってるので、まあ、そちらも合わせてご覧いただければなと思います。よかったら見てね。はい、というわけでまずカイキングとドナビちゃんが送ってくれたものの感想いきますか。いきましょうか。いやねまずねものの前に、いやすごいなと思ったのが企画準備してくれたじゃないですか、プレゼント企画の中にさらに。あ、まあそうね、まあちょっとそうやった方がやっぱ面白いかなと思って。いやもうさすがだなってめっちゃ思いましたいややられたと思った、すごく。あ、そう、うん、結構ね、土鍋ちゃんがやっぱウキウキだったから。はいはいはい、まあ、俺がっていうよりはそれでなんか結構そういう感じになったね。いやとっても、いやなんか今までにない趣向で何回かやってきてるんですけど他の参加で言うと、いやなんかハイキングはハイキングで企画を持ってくるっていうのがなんかまず一つのプレゼントじゃないけど、うん、なんかいやー凝ってんなーってすごい思いました。あ、それは喜んでくれてよかったです、それはもう。すごく面白かったです、まずそこが。ありがとうございます。はい、ハイキングのものからいきますか。うん、ハイキングの日本酒とせんべい、玉ねぎせんべい。そうね、そうちょっとねまだ日本酒の方は開けてないんですけど、うん、電球のあれめっちゃ可愛いね。あれちょっとなんかすごいさ綺麗でさ、うん、可愛かったから多分。コノさん、どうなんか日本酒お酒って飲むの結構。いや飲むけど、いや日本酒は最近ちょっとずつって感じかな。アルコール度数低いものからちょっとずつ飲んでるけど。まあそりゃそうだ、まだだってさ20だってばっかり、いきなりもうなんか
でもうちの母親が日本酒好きなんで、もしダメでもあのうちの母親多分全部美味しく飲むんで。まあ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 。ありがとうございます。時間が経って飲むようになったら飲んでください。はい、いやでも容器がすごい可愛くてすっごいセンスいいなって思いましたまず。そうね、もうあれとか飾っても全然いいと思うから。うんうん、超可愛い。よかったっす。で次に玉ねぎせんべいなんですけど、うん、あれめっちゃ美味しいね。美味しかった。あれめっちゃ美味しい。あれめっちゃ美味しい。ちょっと後からもう一回触れたいんで、ちょっとここら辺まあパッとちょっと割愛させていただきますけど、あれはめちゃくちゃ美味しかったです。すごく。もうね、もうめっちゃ食べてる。今日の朝開けたんだけど、もうめっちゃ食べてる。あ、めっちゃ食べてんだ。食べてます。いいね。で、まあそこは会計が2000円の予算でっていうことで。そうね、まあちょっとね、うん、じゃんけんに負けちゃってそうなったんですけど。いやすごいセットでなんか。すごい楽しめる2000円で日本酒と当てとして食べれるみたいな感じのも意識してるのかなと思ってすごい良かったです。こうよかった。あそうね、まあ俺それは俺が結構のんべえだからそうなっちゃったみたいな感じだけど、うんうん、まあ、でも確かにカイキング酒飲みのイメージすっごいあるからまあ解釈は一致。そうね、はい。で次土鍋ちゃん。そうね、土鍋ちゃんなんよ。土鍋ちゃんすごいね。あ、すごかった。いや3000円でこのチョイスというか、なんか単純に品数が多くてすっごい買い物上手だなって思いましたこんな買えるみたいな。うん、まあね、いつも家事してるからね、うちで。カイキングはしてるんだっけ家事。たまにしてる。あ、よかったよかったよかった。してないねとか言われたらちょっとドキッとするとこだったちゃんとしてますちゃんとしてます、さすがに。え、ちょっとね、まだね、ちょっと今日の朝開けたばっかなのでまだ全部試してはないんですけど、味噌ドレッシングも匂いめちゃくちゃいいし、うん、あれなんかお店とか行った時あるんですか、中納言。味噌は、あ、中納言はね行ったことあるね、うんうん、伊勢海老の高級店なんだけど。はー、はいはいはい。だからすごい多分美味しいと思う本当に。あー、いやなんかたっぷりあるし、ドレッシングあんまり使わないから私、うん、ちょっとキリ、ちょっと野菜もあんまり食べてないし一人暮らしで、ちょっと食べなさいそれは。はい、ドレッシング使って食べようと思います。食べてくださいそれは。はい、ありがとうございます。で、なんか中納言、うん、あ、ごめん、あ、全然、まあ、中納言はなんか神戸にしかないみたいな、多分関西にしかないなんか高級店だから、そうなんだ、見ることないかなと思う。へえー、関西行った時にじゃあなんかちょっと機会があれば行ってみたいな、機会でいいからまた行ってみてください。はい、ありがとうございます。で次にバラソース。あー、バラソース私なんか聞いたことあるような気がするんだけど、なんかちょっとびっくりしました。そば飯がなんかそもそも神戸発祥ってのも知らなくて。うん、あ、そうなんだ。うんうん、私そば飯めちゃくちゃ好きだからちょっとマジでありがたい、家で作ろうかなと思いました。なんかでもちょっとね、うん、ピリ辛のソースだよちょっと。あ、そうなんだ、いいな。なんかバラソースめちゃくちゃ種類あるってドラミちゃん書いてて、お好み焼き用とかフライ用とかそんないっぱいあるものなのそんな分かれてんの。結構あるし、うんうん、もうほんと美味しいから、なんか神戸のソースなんで結構ソウルソースだから、へえ、なんかもう一家に一本みたいな。そうだね。はあ、まあ、一応アマゾンとかでも売ってるんだけど、アマゾンの評価とかも 4.何ぼとかでめちゃめちゃ評価いいよ。めちゃすごいとこまでチェックしてるな。めちゃくちゃ美味しいんで本当。へえ、ありがとうございます。ぜひちょっと作って食べてみます。で次にモンローワールっていうとこのリーフチョコみたいなのをいただいたんですけど。あー、はい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 。これね、私さっきからずっとこの撮影前も食べてたんだけど、リーフチョコと玉ねぎせんべいを一生食ってんのね、甘いしょっぱいで美味しすぎて。あ、甘じょっぱいね。そう、うん、こうなんか組み合わせが良くて2人のなんかちょうどよく、いやなんか、うん、いいなって思いました。すごく確かそのリーフチョコなんか名前がコノハみたいなあれじゃなかった。うんうんうん、そう、なんかコノハにちょっとかかってるっていうのもなんかちょっとなんかおしゃれすぎる、なんかちょっと土鍋ちゃんちょっとセンスとんでもなかったっすね。まあ一応神戸がなんかスイーツの街らしくて、うん、結構そういうスイーツが多いからそういうチョイスをしたみたいな感じらしいね。とっても嬉しい。なんかもうギュッと詰まってる神戸が、あまりにも何でも入ってる、ね、いろいろ詰め込んだからねもう2人で、うん、で最後、あ、最後じゃないか、サイダーか、サイダー。ちょっとね、うち戦力がないのでまだちょっと飲めてないんですけど買いなさいそれは。ちょっと買います、買ってきます。いや急いで急いで買ってきます。いやサイダー、うん、いやこっちなんか地サイダーみたいなの地元にしかないなんか各所あるけど、いやすごく嬉しい、とっても好きだからそういうの、うん、すごく美味しそう。ヌドベキの竹聞いた時あるんだよな、なんか
あ、綺麗な滝だよ本当に。へえ、いいな。結構パワースポットで土鍋ちゃんとはよく行くね。なんかそんな行くんだ。へえ、うん、デートスポットなんだ。疲れたなと思ったら、そうそう涼しいんだよめちゃくちゃ。へえ、あ夏とかにいいんだじゃあ。そう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 。へえ、そんなちょっと思い出じゃないけど。そういう感じのエピソードもあるスポットのをいただけたの、いやなんか結構嬉しいな。エピソードがあるとこのものをいただけるの結構嬉しいんだよな私的に。そうね、なんか結構、うん、ちゃんと自分が気に入ったものをやっぱ人に勧めたいなと思って、うんうんうん、それでそういうチョイスをしました。うんうんうん、ありがとうございます。で最後が日清のどん兵衛。そうね、最初はんと思ったんだけど何の様子があったと思ったんだけど、だし文化なんだね。そう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 、知らなくて、ね、あしかもこれ西日本限定なのか。そうそうそう、あ違うんだ。ちょっとねその関東は味が濃くて関西はちょっと薄いんよね。へえ、薄めな味付けになってる。あ全然知らなかった。なんかそんな日清ってちゃんと考えてるんだ。ちょっと日清の揚げてるけど、なんかいやなんか、うん、日清あれだ、九州とかも味が違うよ確か。へえ、全然違う本当に上から下までで。なんかせっかくだからなんかもう東日本も全部買ってなんか食べ比べみたいなのなんかちょっとしたいな。そしたらあ全然面白いと思うねそういうのは。嬉しい、うん、なんかこう地味に西日本限定みたいなほんと知らなかったんで、こうおまけって書いてあるけど、いやこれはこれでめちゃくちゃ嬉しいです。助かるしカップラーメン単純に生活にちょっとね残高が余ったから、うんうん、じゃあこれ入れようやみたいな。いや身近なもので、はい、うん、ちょうど余ったからこれ入れようって言って入れた。すごいすごいな、3000円でこんな買えるんだ、すごいなマジで。いやもう土鍋ちゃん買い物上手ですからね本当。そうですね、いやちょっとねジャッジはねさすがに土鍋ちゃんにちょっと軍配が上がりましたこれはちょっとね。でも会計が若干不利、予算があるのとちょっと観点違うから結構難しかった。あーまあそうね、うん、ちょっとね、まあお酒とかちょっと渋いよな日本酒はまだ。あいやいや、あれはねあれでセットですごいいいなと思ったんだけど、ちょっと品数が多いのと、うん、ドラミちゃんの方が手紙があまりにも丁寧すぎる。ちょっとあまりにも丁寧、うん、そこはもうドラミちゃんも丁寧ですから性格が。すごくすごく綺麗だし、なんかすごいいろんなところに配慮があってちょっとすごかった。梱包これ全部ドラミちゃんでしょ。そうね、梱包はドラベちゃんが全部してくれたのに、俺がやると熱いからダメみたいな。丁寧すぎる。いやーとってもとってもちょっとまだまだ楽しめるんで、ソースとかまだ使ってないのいっぱいあるんで、ちょっとこれから神戸ちょっと楽しみたいと思います。すでに楽しんでるけど、ありがとうございます。いやいや、ありがとうございました。もうあれです、僕はあの、うん、負けたんで、あのこの後皿洗いしないといけないんで、うん、ドラベちゃん そこまでちゃんとあ決まってるの。はい、罰ゲームあるんだ。あ、はい、そうか。いやちょっと2人でこう送ってくれた、いやドラミちゃんとちょっとなんかあんまり接点ないんだけど、ちょっとなんかお話ししてみたいじゃないけど、なんかちょっと関わり持ってみたいでずっと思ってたので。ドラミちゃんと、うんうんうんあ、じゃあちょっといつかちょっとドラミちゃんとおしゃべりしてみますか。したい、いやめっちゃしたいめっちゃしたい。ちょっといやすごい楽しかったです、ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございました。いや神戸本当にあんまり行った時ないから、本当になんか文化結構違うなっていうのが知れて普通に面白かったです。いやもうこちらこそですよ、まあ、こちらのチャンネルで多分コロノさんの感想があると思いますけど、うんうん、まあ、本当ありがとうございました。ありがとうございました。いやなんかちょっとあと思ったんだけど、なんか、うん、送ったものなんかお互いバラしてなかったじゃん。なんか似てるよね、私のチャンネルも会計のチャンネルも両方見てくださった方なら分かるんだけど、なんかテーマ決まってるみたいな感じで送ってて、いやなんかすごいなって若干思いました。だいぶ似てるね。だいぶ似てるよね、今回ねちょっと似すぎなんだよねあまりにも確かになんかね、コウタンの時とかはさ、やっぱコウタン、コウタンその独創性みたいな、うんうんうん、あったけど、うんうん、まあ、ルンルはルンルで多分違ったと思うんだよね、多分この3人、うんうんうん、確かにうち似すぎだね。かなりね似通ったのは初めてなんだよね、だからすごく面白かったです、新鮮、なんかそれはそれで新鮮で。よかったっす、本当に。じゃあ感想戦は以上で、まだねカイキングのチャンネルを見てない人はもう出てると思うので見てください。はい、お願いします。というわけで終わります。バイバイ。終わりです。終わりです。